よし、じゃあ始めていきましょうか。続きからドラゴンクエスト 11S 体験版ね。これガスパと申します。よろしくお願いします。デラカコスタ地方ということで、どうやってマップ表示するんだっけか。久々にやるもんだからあんま覚えてないぞ。魔物の群れやろうだ。えい、何、仲間を呼びやがったなこいつ。あ、軍大会に行っていたね。いたわいたわこいつ。そう、仲間呼ぶんだよ。オッケー。旅立ちの祠、あれのことか。プチアーノンが現れた。夢中で絵を描いている。こんなやつと戦いたくないよ。かわいそうだな。てか気がつけばガスパの方が神よりもあれだね、素早さが上がってるんだな。だからもういいじゃん、ほっといてあげようよ。なんでそんな剣で切りたがる。おととい来やがれ。いやお前らから来たの。あいつか。見つけたぞ悪魔の米。くそ、ここまで追ってくるとはな。おい逃げるぞ。あ、そうだ、名前言ってくれねえんだ。え、いけるか。頼む、ムービーで片付けてくれ。俺にバトンタッチはやめてくれよな。いや、モロやん。今だ、悪魔の子を捕らえろ。捕まれ。石だ、じいさんからもらった石を出せ。逃がすものか、災いを呼ぶ悪魔の子め。走るぞ。悪魔の子め、逃がしはせぬ。悪魔の子って言われて、俺追いかけてやるからな。お、ふう、なんとか助かったみたいだな。しかし、ここはどこだ？見渡す限り、何にもねえぞ。災いを呼ぶ悪魔の子、思いを着せられながらも、グレイグ将軍の追撃を振り切った、勇者に贈られる称号と。俺の名前で思いっきり呼ばれたからね、お前はあれだろ、セーブできるべ。永遠かなと言われていた祠から人が出てくるとは驚きました。何者かは存じませんが、助けになりましょう。お、あれだ、お祈りしとこう。はい、ちょうだい。ここね、はい、はい、この音。あー、癒されるわこの音、本当好きだね。冒険続けます。はいはい、どうもありがとう。はい、よーし行こうか。お、なんか物売ってくれるか。お前この辺じゃ見ない顔だね。ここであったのも何かの縁だ。よかったらうちの品物を見ていっておくれ。おー、はい、はい、買いに来た。
まあ待て待て、間違えた。銅の剣、今の俺の装備が一番強えな。とんがり帽子、とんがり帽子、騎士団の服、そうね。じゃあとんがり帽子をガスパに、装備させましょう。はい。そしてこの騎士団の服、これ神だね。はい、神。もう捨ててこパンツしか履いてないからだ。よし。よし、これやっと服着れたわ、こいつで。こういう6個持ってんのか。じゃあどうする？そうだな。9個。これで72ゴールだ。買っといていいと思うよ。よし。よし、じゃあ行こうか。あ、なんだこれ、スライムベースだっけ。おスライムベース、ちょっと強いんだよね。行こうか。そうでもねえな。あ、攻撃力がちょっと高いぞ。何、はい、スライムベースたちがつけた。どれがくれる？60ポイント経験値か。45ゴールド。ほら、あの空中にいるやつはどうすんだ。あ、ジャンプして、あ、来た。ジャンプしたら向かってきやがった。ガルーダいたわ。うわ、素晴らしさが早いなこいつ。よいしょ。あ、でも大したことなかった。ちょっと待ってください。私の今向かうべき場所は、ホムラの里かな。なぜ勇者が悪魔のことを呼ばれるようになったのか、世界を冒険してその謎を解こう。あ、もうここからあんまりヒントくれないようですね。いいでしょう。ホムラの里、こっちっすね。じゃあ行きましょうか。なんだあいつは、やばそうじゃない。あれ普通の敵だよね。戦ってみるか。え、ちゃうね。あ、一緒に来た。え、どうする？小さくても油断すんだよ。いや、このドラムゴートの方が俺ちょっと心配なんだけど、先にドラムゴートやっちゃうか。あ、強っ。一気に行くぞ。いや、強いな。行きましょう。やばい。あ、また神か。よーし。オッケーオッケーオッケー。いやー、神が危ない。呪文いっとこう。ほいみ神、助かったぜ。おう、オッケー。ガスパー、ガスパーいける。じゃあギラでもう一掃しちゃった方がいいんじゃない。オッケー、よし、オッケー。いや、危なー。レベル上がったら全回復とかしてくれるといいんだけどね。道具袋、薬草。あ、全回復した。あ、よかった。お、なんか和風な町だね。やれやれ、やっと人のいる場所に着いたぜ。追っ手の姿は見えないようだが、これからどうしたもんかな。ぜひいらしてください。寄らせてもらうぜ。おやおや、お兄さんたちは見たところ旅の方のようですね。いやー、いい時にいらっしゃいました。私つい先日里の奥の方で虫風呂屋を開店したばかりでして、今でしたら先着100名まで無料でご入浴いただけます。この機会ご利用されないと損ですよ。おい、悪いけど俺たちは風呂なんか入ってる暇はないんだ。客引きだったら他は当たりな。ダメですよお客さん、どんな時でもお風呂はちゃんと入らないと不審者に思われちゃいますよ。な、確かにちょっと匂うかもな。風呂なんてこの先もあるかわからねえし、入れるうちに入っておくか。なあ、せっかくのチャンスだから今のうちに汗を流していこうぜ。
俺は先に行ってるからな。いや、真っ先に行くやお前。はい、一名様ご案内。さあさあ、こちらでございます。あ、足元気をつけてくださいね。いや、行くやん。どこ行ったねん、そんで。お前は何だ。無って、ここはホムラの里、火山と共に生きる里だ。あ、だから風呂があんのね。あなたと一緒にいた青い髪の兄さんなら虫風呂の方へ向かって行ったぜ。道具屋近くの階段を登った先だと。道具屋近くの階段を登った先、道具屋近くの階段を登った先、道具屋2つあるぞ。まあこれのことだな。これのことか。道具屋これだもんな。ちょっと道具屋寄らして。あ、寝れるし。え、何このマーク、銀行みたいな。と、愛と信頼のゴールド銀行へようこそ。皆様の大切なお金を魔物などからお守りしますと。受けたまります。あ、マジで。もちろん手数料など一切いただきません。これどうやって運営してるんだお前は。いや、いや、俺1200しかねえから、これ預けたら何もできない。あー、なるほどね。なんだ、ゴールドを盗む敵がいるのか。ちょっと待って、やめる。いや、休むんだったら俺風呂で休んだ。え、行って。よし。一応薬草をさ、もう5個、はい、もう5個カミュに持たせよう。よし。ガスパはね、ホイミっていう呪文があって体力を回復できるけど、カミはないからさ。で、万が一ガスパがやられた時はね、もうこれは危うい状況になってしまうから、カミュが薬草を持っといた方がこの先いいかもしれない。痛い。どうした。あれ、ちょっとレディーには優しくしなさいよ。乱暴な男はモテないわよ。ああ、もうピーピーうるせえな。悪いけど今は忙しいんだ。ガキの相手をしてる暇はないんだよ。何よ、マスターと話すくらいいいでしょ。マスターならはぐれちゃった妹のこと知ってるかもしれないんだってば。ここはガキの来る場所じゃねえんだ。迷子の相談なら里の入り口に詰め所があるから、そこで話を聞いてみな。ふん、わかったわよ。マスターなら話が通じると思ったけど、こんな石頭がいたんじゃどうしようもないわ。あれ、あんたは。ねえ、名前を聞いてもいいかしら。いいよ。モハラや、シュワ。なるほどね。ああ、ガスパって言ってほしいな。あんたとはもう少しお話ししたいけど、今はいなくなった妹の方が心配。里の中を探してからにするわ。この子仲間だよね。まさか、こんなところであんたに会えるなんて。運命ってわからないものね。虫風呂に妖怪。それならこの階段を登ってまっすぐ進んだ建物の中にあるよと。あ、やっぱこっちで会ってたんだ俺。階段を上がってまっすぐ、ここか。なんなこのババア。この虫風呂は美容にいいとアテクシたち、デルカダールの貴族の間でとっても評判になってるだ。まあ、ちょっぽり貧乏くさい建物が気になるざますが、楽しみざます。あ、おっさん、幽霊とかお化けってやつか。ん、あんた、ここの虫風呂に入るつもりか。悪いことは言わんからやめといた方がいいぞ。どういうことだ。ちょっと入ってみようか。あ、おっさん、お連れ様ならつい先ほど虫風呂へご案内したところです。ここでお着替えをして虫風呂ご利用されますか。お、俺もまだその先着100名に入ってるのか。少々お待ちください。服に着替えた。ずいぶん楽な感じになったね。虫風呂は奥へ進んだ先に入り口がございます。ごゆっくりおくつろぎくださいと。どっち、こっちか。青いのれんは男、赤いのは女。旅をしている疲れが溜まるでしょう。次の場所へ行くまでの間だけのどうぞゆっくりしてってくださいね。え、マジでちょっと女は女湯行ってみる。
あ、ダメでしたが、すいませんね。このロン毛だから間違ってくれるかなと思ったんです。ここの虫風呂はなかなかいいぞ。髪型崩れんのな、お前それ。客は俺たちしかいないらしい。せっかく貸し切り状態なんだから、ここで一息ついていこうぜ。おう。しかし、俺たちこれからどうするか。追っ手がここに来るのも時間の問題かもな。そうだな。ところで、お前少しはこの里を見て回ったんだろ。何か気がついたことでもあったか。女の子いた。妹を探している女の子を見た。そうそう、それそれ。まあ、その子なら俺も見たぜ。酒場で聞き込みなんて待せてるよな。妹、妹か。まったく、出来の悪い妹を持つと、兄ちゃんや姉ちゃんは苦労するよな。おい、なんか喋ったか。いや。ねえ、どこなの。あの子やん。おい、こいつはもしかして幽霊。あ、違うわ。どこなの。どこに行っちゃったのよ。なんだ、驚かせやがって。お前こんなところで何やってんだ。私宿屋で待ってたのに、お風呂に行くって出かけたまま、もうずっと帰ってこないの。どこに行っちゃったの。ひどいよ。はあ、迷子ってやつか。ん？な、酒場の前にいた女の子が探していた妹って、もしかしてこの子なんじゃないか。さぞ心細かっただろう。かわいそうに。俺たちで何とかしてやろうぜ。なあ、ちびちゃん、お前の名前は何て言うんだ。私ルコっていうの。ルコ。よし、ルコ、お前の家族に会わせてやるから俺たちについてきな。え、マジで。ガスパロクに虫風呂入ってないじゃん。え、どこ行くの。ホムラの里の酒場の前にいた女の子を探そう。あの子ね。よし、じゃあもうとっとと探そう。そしてなんかあるぞ。誰かの忘れ物か、これ。聖水を手に入れた。あれか、魔物が寄りつかなくなるやつ。なんちゅうイベントや。外に出ますか。はい。あ、そうか、着替えないといけないんだ。はい、オッケー。あ、そしてこの武器屋と防具屋、ちょっと見てみたいな。どんなのがある？武器。とりあえず武器だよね。ホームランの武器はいつでもキンキン。後ろの研ぎ手が揃ってると。見せてくれ。鉄の剣。あ、強くなるな、俺。鉄の体剣。両手剣か。いや、剣だな。剣をくれ、俺に。はい。ガスパ。装備しててくれ。そうね、鎖片びらを、はい、カミュにお願い。両方につけられるしね。はい、装備 OK。 どうも。カミュがたまにね、集中攻撃される時があるから。でもって回復系の呪文を持ってないっつうことで、カミュにね、防御力アップさせよう。これか。めっちゃ喧嘩してるよ、お前。迷子はお前だろう。妙なことを言って大人を困らせるな。早く親のところに戻るな。もういたいた。相変わらず大人相手にガミガミやってるぜ。おう。まったく、点で話にならないわ。この里の連中、どいつもこいつも石頭ばっかりなんだから。さっきの。よう、チビちゃん、俺たちお前が探してる妹を見つけてきてやったぜ。ほら、お前の姉さんだろ。そんなところにいないで出てきな。あの私。あ、誰よその子。
私そんな子知らないけど。あ、違った。何？私一人っ子だよ。いなくなっちゃったのは私のパパだよ。もう、なんなのあんた。人の話もろくに聞けないなんて、とんだひよっこちゃんね。なんだとこのチビ。お前の方がガキじゃ。とにかくその女の子も迷子みたいだし、このままじゃ拉致が開かないわねえ。あんたたち悪いけど、私を酒場のマスターのところまで連れて行ってくれない？行こう。ありがとう。私一人じゃ酒場に入れないけど、あんたたちがいればなんとかなるはずよ。私はベロニカっていうの。ベロニカ、この子と一緒についていくから、はい、あとはよろしくね。こんな頼りないお兄ちゃんたちに振り回されて心細かったでしょ。もう大丈夫だからね。ありがとう。ったく、最近のガキは生意気すぎるぜ。さっさとこいつらを酒場に届けて、俺たちは先を急ぐとするか。あ、お前は懲りもせずまた来やがったな。子供が一人で酒場なんぞ。俺たちの連れが何か？あ、いや、こいつは失礼しやした。大人が一緒なら大丈夫でさ。どうぞゆっくりしていってください。店員は悪くない。あ、このガキ。こんにちはマスター。こちらの席かけてもよろしくってよっ。うん、ほほ、元気そうなお嬢ちゃんだ。ご注文はマスターの気まぐれ昆布茶でいいですかな？お気持ちはありがたいけど、今はゆっくりしている暇はないの。私たち人を探しに来たのよ。担当直入に聞くわ。私と似た格好をしたセーニャって子が誰かを探しに来なかった？セーニャ、セーニャね。おお、あのお嬢ちゃんならうちにお姉さんを探しに来たけど、いないと分かって里を出て行ったよ。そう、セーニャはどこに行くって言ってた？西の方にお姉さんがいる気がするから、そこを目指すって言ってたっけね。なんとも不思議な子だったな。うん、西の方？あ、もう入れ違いだわ。セーニャは私を助け出そうとして。実は私、虫風呂に入っていたところを魔物にさらわれちゃって、今までそいつらのアジトに閉じ込められていたの。せっかくそこから抜け出してきたのに、今度は妹のセーニャが魔物のアジトに行っちゃうなんて。ねえ、あんたたちただの旅人じゃないでしょ。聞かなくても私にはわかるわ。今はまだ詳しい話ができないけれど、お願い、どうか何も聞かないで一緒に妹を探してちょうだい。探そう。ありがとう。あんたならそう言ってくれると思っていたわ。お姉ちゃん、子供は危ないからダメ。あなたのパパについては心当たりがあるの。必ず連れて帰ってくるから、いい子で待ってて。うん、うん、お前だって子供じゃねえか。ちゃんと俺たちについて来られるのか？うん、私を誰だと思ってるの？聖地ラムダからやってきた最強の魔法使い、ベロニカ様よ。むしろあんたの方が私の足を引っ張らないように気をつけてほしいくらいだわ。さあ行きましょう。魔物のアジトがあるのはここから西の地下に広がる大きな迷宮の中よ。きっとセーニャも迷宮の中にいると思うの。西の海岸あたりに迷宮の入り口があるはずだから、ひとまずそこを目指しましょう。私知ってるのよ、あんたが何者なのか。私の期待を裏切らないでね。
ちょっとあのベロニカただものじゃないな。でも俺のパーティーに加わったってこと？あれ？いないじゃん。戦ってくれるのかな？戦うとこ見たいわ。あ、こうやってついていってくれるの？そうね。ホムスビ山地にある荒野の地下迷宮へ向かい、ベロニカの妹を探そう。ホムスビ山地、あ、下か。マップの下の方だね。まあ、とりあえず時間も時間なんで、今回はこの辺で終わりにしておきますわ。ご視聴ありがとうございました。さよなら。